それで、The President Camp。このキャンプっていうのはですね、陣営ですね。大統領の陣営。President Camp sees helping the disadvantaged as a way to boost the economy as a whole。As a whole。全体として経済をブース、押し上げるためのやり方として、as a way to。やり方として、The disadvantage っていうのはね、これ恵まれない人々とかね、体の不自由な人をディスアドバンテージドって言うんですね。これ名詞ですけど。だから恵まれない人々を助けている、seas、助けているようだ。ですね。それで、ジャネット・イエレン、The Treasury Secretary、Treasury Secretary、財務長官、argued that the plans would support families and enable greater inclusion in the workforce and social mobility。 で、あのイエレンが議論しているのは、アーギザー議論しているのは、この計画、the plans は、家族を支援し、そして、より大きなものを含んでいることを可能にする。要求の領域の大きなものを含んでいるというのはどういうことかというと、ワークフォース、労働力とソーシャルモビリティ、社会的移動性を含めて、より幅広く含めて可能にしている。可能にするだろうと、イエレンは言った、アーギュー、ね。で、その、helping the disadvantaged and boosting economic group。だから、恵まれない人々を助けて、そして、経済成長を、盛り上げる、ブースト、押し上げる。ね。で、セシリア・ローズ、セシリア・ローズ、the chair of the President Council of Economic Advisor。セシリア・ローズは、大統領の経済顧問、経済諮問委員会ね。正しい役は大統領経済諮問委員会の議長だが、チェア、議長だが、put it plainly in an interview。 インタビューで put it plainly というのは、優しく、わかりやすく話する、put、話をする。インタビューはわかりやすく話をした。with the economist、エコノミストに対してね、この週刊誌に対して。most would agree、多くの人は同意しているだろう。most would agree that our current rate of social mobility are too low。 現在のね、社会的移動、モビリティ、移動性の現在の比率は極めて低い。で、there is not equality of opportunity。 機会のね、イコーリティ、機会平等でない。機会が平等でない。Kids are not starting at the same pace。 子供たちは同じ場所でスタートしていない、うん、最初からもう下がっていく。だからここで言うのは、だから機会が均等ではなく、子供たちは同じ場所でからスタートしていない。だからちゃんとした英語で言えば、There is not equal of opportunity and kids are not starting at the same place となりますね。くんのさん、ソーシャルモビリティっていうのは、うん、くんのさん、はい、ソーシャルモビリティっていうのは、もうこれ、まあ、ある意味では、まあ、貧困からの抜け出してこうやっていく、そういう下から上へのイメージ。いや、そうじゃない。あのね、アメリカンドリームってのはね、もともとソーシャルモビリティってのがあって、要するに一文なしから金持ちになるという立身出世ができる社会だったんです、アメリカ。それをソーシャルモビリティっていうんですね。アメリカンドリームイコールソーシャルモビリティです。ハイソーシャルモビリティ。ああ、そういう感じです。ハイソーシャルモビリティ。だから、日本なんか結構今もう、もともとソーシャルモビリティない国ですよね。
だから無一文から大成功して大金持ちになるっていう可能性は今アメリカと一緒にもうないんですね。かつてはアメリカはね、1970年代頃までそれあったんですよね。それがもう金持ちは金持ちみたいな社会構造に変わっていっちゃったんで、そういうことができなくなったっていう、ここで、それでバイデンはね、その不均衡を是正しようとしてるんですね。これ実はたまたまコインシデンスですけども、習近平も同じことをやろうとしてるんですね。だから今の世界の傾向です。日本はね、もともとね、なんていうかな、あんまり大金持ち、トップ1%みたいな、そういう社会じゃないんでね、1億総貧しいという国なんで、あんまりそういうモビリティってないんですね。だから日本ってのは特殊な、すごく特殊な国ですね。総貧しい国なんですね。総中産階級じゃなくて、総貧いしいや、国中なんで産す階級じゃないです。だって平均給与400万ぐらいはなかったでしたっけ、日本の国民って。393って書いてありますよ。393万あ、円。そう、400万ぐらい。そう、だから総貧しい国なんですよ。ところが不思議にね、物価が安いんでね、アメリカなんかもはるか豊かなはずなんですけど、日本人ってね、あんまり貧しいことを感じてない民族なんですね。変わった人たちですよ、本当に。それあれなんじゃないですか、個人事業主とか、会社にお金貯めてる人とかが含まれてないから、そういう低い数字になってるとか、そういう背景はないんですかね。ないと思うよ、多分ね。そんなにみんなあれなんですか。うん、多分ないと思う。もともとその、なんていうの、所得格差のない国だからね。中そん小なもん企なんですかね。業の社長が金持ってるわけでもないし、かといってサラリーマン30年間給与上がってないし、だから GDP、 1人当たり GDP はもう世界の何番ぐらい、30番と40番ぐらいで、シンガポールとか香港より貧しいんですよね。平均給与ってそんなもんなんですか、日本って。そんなもんですよ。だから貧しいんですよ。だから900万以上取ってる人ってすごく少ないんじゃないですかね。まあ、そっか。なるほど。そうなんですよ。